TPP 参加即撤回を求める会、総選挙終わりました後ですね、従来は118名の会員でありましたが、皆さんに加わっていただきまして、200名を超えるですね、人数に相まった次第であります。今日は説教家先生にお越しいただきまして、ご講演もいただくことといたしました。今日は政府の方はご案内を申し上げておりません。まさに純粋の勉強会とさせていただきたいと思います。おかげさまで200名を超える議連になりました。数が多いということはそれだけ責任があるということだろうと思います。皆さんとしっかりと TPP はどういうものなのか勉強させていただきながら、国の方向性の誤らなきを期さなければいけないと思っております。今日はですね、大体こういった流れでお話をしていきたいと思います。まず総論としてですね、我が国の経済連携政策における、TPP の位置づけ、それから、21のテーマがございますけれども、その中でも、政治的に重要だと思われる3つの分野に関してですね、見ていきたいと思います。で、最初にですね、まず TPP の、 その現在 の、 その加盟国ですけれども、この11カ国であることはご案内の通りですね。で、これに加盟しないと、我が国は取り残される、バスに乗り遅れるというふうに言われているわけですけれども、これは大変奇妙なことでございまして、なぜかと言いますと、この11カ国のうち7カ国との間ではですね、我が国はすでにバイラテラルの、FTA ないし EPA を締結済みですので、必ずしも TTP に入らなければ、このオールはナッシングでですね、イエスかノーかというそのTPP があたかもその絶対的、唯一絶対的なその選択肢という位置づけが、そもそも非常に奇妙な感じがするわけですね。ドイツは脱原発ということを言ったわけですね。では不足する電力はどうするのと聞いたらですね、陸続きである隣国のフランスから電力輸入すればいいと。ドイツは非常にしたたかな国なんですけども、ご覧いただくと分かる通り、陸続きの隣国であるフランスであれほど穀物が余っていながら、ドイツはそれを一粒たりとも輸入しておりません。もちろんドイツはフランスから小麦を輸入する資金がないわけではないわけですね。このここに掲載されている主要5カ国というのはいずれも豊かな先進国ですが、その気になれば外国から穀物を輸入することは可能なわけですけれども、あえてそれをしないというのが、世界の主要国の潮流であるということです。それではすでに現状、我が国の穀物自給率がなぜこのような、状況にあるかということですね。もちろん先生方ご案内の通り、米の自給率現在 95% にもかかわらず、これ米もカウントされてるんですね。米がカウントされていながら穀物全体では自給率 26% になっているのは、実は米以外の穀物自給率がすでに惨憺たる状況だからですね。で、2番目に医療分野に関する懸念ですね。で、今 TPP に関しては、24の作業部会がございますが、一つ一つお読みいただくまでもなく、医療という作業部会はございません。ですから、当初推進派の外務省の方々はですね、TPP では、医療分野協議の対象にならんと、関係ないというご説明を、していたわけですね。で、ところがですね、一昨年ですが、2011年の11月にですね、この説明が訂正されまして、今後診療が協議の対象となる可能性排除できないというふうに、説明を訂正されたわけですね。で、TPP、先ほど24の作業部会があるというふうに話しましたけれども、実はオリジナルの P4、つまり当初、アメリカは TPP に参加しておりませんでしたね。もともとのオリジナルの TPP はシンガポール、ブルネイ、チリ、ニュージーランドという小国4カ国が作ったもので、その時には実は22しか作業分野がございませんでした。で、後からアメリカが参加するにあたって2つの分野の作業部会の設置を要求して、それが通ったんですね。その2つの分野というのが他でもないこの金融と投資なんです。で、むしろ重要なのは、先ほど私が申し上げましたように、TPP の推進派の中のロジックとして、これは中国に対する日本の国家戦略なんだと。中国を牽制する必要があるから、そのために TPP はやっぱり必要だと。日米同盟強化。そういう文脈で来るわけですね。で、やっぱりそれに対する反論が必要なわけです。で、もちろん私は日米同盟否定する立場じゃないです。日米同盟。アメリカが日本にとって最も重要な、同盟国であるということは、もう私もそういう立場ですね。さはさりながら、やはりこうやっていろいろな国益が衝突する場面もあるわけですから、どうやって日本がアメリカと友好関係、同盟関係を維持しつつ、日本の国力を最大化していくかという戦略の一つとしてですね、やはり戦略論として語った方がいいんじゃないかなということで、今日はその成長するアジアを取り込む、それから中国に対する牽制策、それからアジアのルールメイキングを主導するという、この3つの連立方程式の解として最適なのは RCEP だというお話をさせていただいた次第です。よろしいでしょうか。